などうも、将棋をとともに、シャケ取り組まう、シャケとね、本日はなんとなんと、一日ヒゲを剃っておりません。じゃなくて、もうね、一日半ぐらいかな。でね、こんなにね、ヒゲが伸びるんですよ。毎日朝ね、剃るの大変。それは置いといて、ちょっとね、剃ってない状態で申し訳ないんですが、今、なんとなんと、こちらね、グオッとフェスが来てるんですよ。グオッとフェスが。これをやらなきゃあかんかなと。なぜ新キャラクターが出てるんでね、回復なんか2コンボだか3コンボで6倍とかそんなのが出てるんでしょ今。それの火属性のやつが欲しいのよ今回ね。新しいフェスゲンが、1回で出るんじゃないかと勝手に思っております。最近ねあんまりいいの出てなかったんで、ちょっとここいらで、まあ時間同士時間重視だっけ、どっちだっけな、が出たんで、まあまあ良かったっちゃ良かったんですけど、ここでもっと強いの出したいとか出たら、もっと頑張る。何を頑張るのかよくわかんないけど、なんとかね、魔法石もね、あれからさらに7個まで増えたんで、ちょっとね、1回しかできませんけども、この一発に全てを込めて、引こうと思います。それでは早速やっていきましょう。ノットフェス後半、レアガチャ。星3以上のレアモンスター必ずゲットできるということでね、あと1回回せます。回します。では行きましょう。いや頼むぜ。よし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 、いけしゃけいかな。おお、へえ、金プラノーからノーからの、なになに、あ、これ誰か、魔剣シリーズちょっと前のクレイモアタンかー。HP50% 以上で火属性の攻撃力が 3.5 倍けど、彼女自身は水属性っていう変わったやつね。はあ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 。いやでも結構強いんだけど、彼女は水属性なんよ。スタイルチェンジ、一旦の間自分の属性が火属性に変化、一旦の間、攻撃タイプの攻撃力が 1.5 倍。いや強いっちゃ強いんだけどね、変わってるよね。使いこなすのが大変大変大変だけど、50% 以上で火属性 3.5 倍はまあ強いっちゃ強いよな。なるほど。まあまあまあ、火属性のモンスターがいっぱいいるんで、まあ使いようによっちゃ、まあつか当たりちゃ当たりだね、個人的には。うん、まあね、もう良かったんじゃないですかね。当たりじゃないですかね。ということでね、クレイモアさんが出ました。はい、というね、本日はここまでにしたいと思います。ここまで見てくれてありがとう。つくまきりたまらんな。動画を見てくれてありがとう。 PC の方は画面のこちらをクリックしてチャンネル登録してください。スマートフォンの方は登録ボタンか動画説明文の中にあるリンクをクリック。これからもサゲクマチャンネルをよろしく。たまらんな。